はい、まあぶっ込みのタクの休刊なんですけども、この辺りからね、私もマガジンでの連載を読まなくなってきたんですよ。まあぶっ込みのタクって暴走族の漫画なんで基本的には好きなんですけども、なんで読まなくなってきたかというとね、まあなんと言いますかね、2つ理由があって、1つはね、伏線の回収がなされないまんまどんどん先に進むんですよ。だから伏線ばっかりが散りばめられていて、一体こいつらはどこに向かうのかなと、どこの組織がどこの組織に対立してんのか、それと学園生活の流れっていうのが全くわからないことと、そうですね、まあ背景が全くないんですよ。なんか顔のドアップばっかりで進むのと、あとストーリーを補完するためにナレーションが入るはずなんですけども、ナレーションが全然入んないんですよね。とにかく出てくる人が危なっかしい顔ばっかりで、でドアップばっかりなんで、どこを走ってるのか、位置関係はどうなのかね、よく暴走族走ってても先頭に誰がいて、しんがりに誰がいて、旗持ちが誰で、特攻隊が誰でみたいなね、位置関係分かりやすくなっていたりとか、あとなんかね、警察はどの辺に配置されてるのかとかね、そういうので臨場感が出てくるんですけど、そういうのが全く分かんないんですよね。でしかも場面の切り替えとかがあるんですけども、切り替えたことが分からないんですよ。同じ場所にいるのか、よその場所のでストーリーが時系列をことにして進んでるのかってことが全く分からないんですよね。でこれね、竹丸っていうやつが入院したところを抜け出して暴走族の集会の現場に来てるんですけども、じゃあ入院した病院とね、暴走族の集会の場所とかどのくらい離れてるのかってことも分かんないんで、なんかその間に合うか間に合わないかみたいなハラハラドキドキ感もなかったり失礼しました、完全に支離滅裂なんですよね。で最後にまたこうやってマサトみたいなのが出てくるんですけどね、この事故で死んじゃった方が、でこの人がどのくらい伝説なのかってことも全く分かんないまま、ただみんなが感動して泣いてるみたいなところとかね、で最後にでもいい言葉で締められてるんですよ、休刊は。かっこいい死なんて絶対にあるわけがないっていうストーリーなんですよね。でよく暴走族の死亡事故が伝説化されちゃう、美化されたりとかするんですよね。で逆に言うと逆じゃないんですけども、当時リアルで暴走族やってた人は、その族の中で誰かね、大怪我をしたり再起不能になるような事件がなければ、なんか伝説化しないみたいな、そんなね、なんか間違った解釈もあったと思うんですけどもね、なかったかもしれないけども、でも別にかっこいい死なんてないんですよ。生き残る家族からこそかっこいいし、やっぱりね、恐れを知らないっていうよりも、ちゃんと安全運転ではないですけどね、暴走族なんで、だからある程度の危険を楽しみながらね、でも危ないことには手を出さない、つまりはなんかその喧嘩の時も一緒ですけども、喧嘩慣れしてない人はね、やりすぎて相手をね、ちょっとこう死に至らしめちゃったみたいなこともあるかもしれませんけども、喧嘩慣れしてると相手がね、もうやり返さない程度に、もうキャンっていう程度に脅すことができるんですよ。で最高に強いやつっていうのは、喧嘩強いやつは戦わずに頭下げさせるみたいなね、そんなハッタリが強かったりするんですけども、暴走族も何でもかんでもね、大怪我をするようなことに挑戦すればいいってもんじゃなくって、危ないことを直前でやめれて安全に追われるからこそ上手なんですよね。だから下手くそな暴走族っていうのはとにかく怪我ばっかりするんですよ。そんなことしたら持たないよと、5体満足だからこそ走りが完結するんだよってことです、形ですよね。だから暴走族が卒業するときに無傷であったっていうのが一番の勲章なんだと思います。でもちろんね、歩道とかね、されちゃうことは何度かあるかもしれませんけども、それでもどこも傷つかなかった、誰も傷つけなかったっていうところが、まあ暴走族の美学になればなと思いながら読んでいる日々だったんですよ、当時はね。まあでもね、ぶっ込みのタク見てると、とにかく大怪我をするかさせるかじゃないと伝説になれないみたいな書き方がちょっと私には向かなかったなってとこですよね。まあ次回は10巻を見ていこうかと思いますけどもね、ちょっとね、私でも分かるような書き方をしてほしいなというところもあれば、でも20数巻まで続いてるってことは多くのファンの方に支えられて共感する方が多かったのかなと思いますんで、私の読み方のセンスがいまいちね、当時になかったのかなというところですね。はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。